家事とはちょっと違うかもしれないんですけど、うんうん、私結構断捨離が得意ですね。素敵。いや私ね最近引っ越して断捨離やったんですけど、はいはい、1週間選別して全然物減ってなかったんですよ。で室内に行きましょうかっていうぐらい私も全然得意で、すごい。最近は娘のおもちゃ類を断捨離したんですけど、いや娘さんのおもちゃ類、はい、一番断捨離できないんですよ。なんかこれも思い出これも思い出と思っちゃって。菊地亜美のオンネラタイム、日本で変わる明日の暮らし。本日のゲストは先週に引き続き元オリンピック日本代表の大阪さゆりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、娘さんがいらっしゃる大阪さんにぴったりの動画です。こちら、髪を結ぶときに役立つ10秒でできるすご技。ゴムがない。結びたいのにゴムがないのに結べるの？確かに。ええゴム使ってないんだ。ないですよね。どういうこと？髪の毛？髪の毛できたわ。あ、なるほど。あ、これは娘さんでもママもできますね。確かに。すごい。ゴムがなくても結べる方法はちょっと覚えたいと思います。いいですね、はい、やってみたい。家事とはちょっと違うかもしれないんですけど、うんうん、私結構断捨離が得意ですね。素敵。いや私ね最近引っ越して断捨離やったんですけど、はいはい、1週間選別して全然物減ってなかったんですよ。で室内に行きましょうかっていうぐらい私も全然得意で、すごい。物を溜め込むのが好きじゃないんですよね、はい、だからもし新しいものを買うんだったら、はい、もう古いものは捨てていくっていうスタイルです。最近は娘のおもちゃ類を断捨離したんですけど、いや娘さんのおもちゃ類、はい、一番断捨離できないんですよ。なんかこれも思い出これも思い出と思っちゃって。コツとかあります？なんかあんまり迷わないことですね。やっぱり迷っちゃうとどうしようかな、取っとこうかなってなるじゃないですか、はい、もうなんか見てすぐ決断するっていうことが。そっか。大阪さんのお気に入り動画教えてください、はい、掃除から洗濯まで使えるオキシクリーンテク。知りたい私も。ぜひなんかいろんなやり方を知りたいなっていうふうに私も思います。